んだ。ものすげえ気が上がってる。お父さんの気がまた上がったんじゃないですね。この嫌な感じはヤツの気だ。お父さん危ない。このままじゃお父さんが死んじゃう。ああ急ぐぞご飯。悟空の気がどんどん小さくなっている。お父さん。成果を見せてやる。知ってる。だが奴の尻尾を切れば元に戻る。ご飯と矢次郎兵衛は前に回って奴の気を引いてくれ。隙を見て俺が後ろから尻尾を切ってやる。はい。冗談じゃないわ。奴の気を引けって。やつは元に戻ったって信じられにゃ強さなんだぎゃ。
何か嫌がるな。どこだ。こっちだ。お父さんを離せ。こいつは驚いた。カカロットのガキじゃないか。よし、現存じゃあ。そんな尻尾のことを知っていたらしいが残念だったな。俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない。悪の気を感じ取って放つのだ。誰だ。孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。跳ね返せるはずだ。
やったやったぞずいぶんひどい目に遭わせてくれたな。今のは俺も死ぬかと思ったぜ。いい加減にしてくたばっちまえ。この俺がまさか引き返すことになるとは。逃がしてたまるか。見逃したりしたら体力を回復させて必ずまたやってくるぞ。分かってる。こいつは俺たちの仲間を殺し世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜ。ピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ。間違ってるな、わかるが、頼む。オラのたった一度だけのわがままだ。もう一度やつと戦うチャンスをくれ。わかったよ。お前にはわがままを言う資格があるさ。今の地球があるのも悟空のおかげだ。だけどいいな悟空、今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。はあ、よく覚えておけよゴミども、今度は貴様らに奇跡はないぞ。せいぜい楽しんで おくんだな。おさん、ヤムチャさんも俺たち以外はみんな やられて。ピッコロも死んじまった。だから神様もドラゴンボールはもうなくなっちまったんだ。じゃあヤムチャはもう二度と、ああ
ブルマさん、泣かないで。もしかするとサイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？サイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だからもしもそのナメック星ってとこに行くことができたらドラゴンボールが手に入るかもしれない。オス、オラ悟空、ベジータとの戦いでピッコロたちが死んじまった。ドラゴンボールも消えちまってもう誰も生きけれねえ。神様の故郷ナメック星にもドラゴンボールがあるって話だが、そんなところどうやって行きゃいいんだ。次回ドラゴンボール Z、 悪の帝王フリーザ、目覚めろ伝説のスーパーサイヤ人。ずっと遊んでくれよな。ん？参っただな。わかっただ。それじゃあ行こうかな。頑張るだぞ。頑張るだぞ、頑張るだぞ。
こんにちは。こんにちは。やあ。ございます。
修行でずっと帰れなかったけど、やっぱり家に帰れるのって幸せなんだな。ちゃんの体も良くなったみてえだし、みんなに顔を見せてくるといいだ。無天老師様も心配してたべ。わかった、僕ちょっと行ってくるよ。ずっと怖え目に遭ってたんだし、気晴らしにいろんなとこに行ってくるといいだよ。うん、ありがとうお母さん。用事が済んだら遅くならねえうちに帰るんだぞ。帰ったら早速勉強しなくちゃなんねえし。うん、うん、そうだね。カメハウスのみんなに元気になったこと伝えなくちゃ。頑張るだぞ。
がとうございます。じゃあな。おーい、おーい、ん、このおーい、聞こえるか。はい、聞こえています。確か海王様ですよね。そうじゃ、孫悟空の息子よ、よく聞け。近くに大きな悪の気を感じるぞ。気をつけるんじゃ。わかりました。用心します。海王様が言った通りだ。近くに大きな悪の気を感じる。少し飛ばそうかな。僕でもなんとか勝てそう。なんか僕がやっつけてやる。そりゃやった。
聞いてるみたいだ。ご飯よ。はい。さて、しごいてやるかな。僕おめえも来てたら強くなれっぞ。さて、しごいてやるかな。僕帰らないと。
おめえも来てたら強くなれっぞ。さて、